こんにちは、トルーパーズの山中です。どうも、北区赤羽ツイガス芸人、ここの準レギュラー、堀内バカ祭りです。いらっしゃいませ。お邪魔します、はい、今日はダマスカスというグローブメーカーのネクスター3ナックル付きミディアムウェイトグローブというものを紹介いたします。こちら色はマルチカムという色なんです。はい、はい、マルチカモじゃない、マルチカムっていう色。カムなんですね。そうなんですよ、結構人気の新しい迷彩なんですよ、それで、こちらのグローブの特徴は、まずハードシェルナックル、こちらに硬い、はい、プラスチックのやつが中に内蔵されてます。そして、内側にクラリノ、クラリノっていうのはおそらくこの辺のこういった黒い材質で通気性と、はい、耐久性が強い材質なんじゃないかなっていう気がします。もう僕はつけてますから、つけてもう10分ぐらい経ちますけど蒸れないですね。あ、そうですか。クーラーつけてあるそれで、スウェード製、内側はこれ手のひら、こちらはもうスウェード製になっていて、各パッドも、中にクッション性ありますけど、こことこの3箇所、あとこちら2箇所、がついております。で、あとは手首にこのマジックテープがベリッとついてますね。そんなところが、そんなところがオフィシャルな解説。グダグダなんですよ、いつも。いや、いいですね。紹介しましょう。それでは私もちょっとつけてみましょう。私はだいたい手の大きさが測ると20センチぐらいですかね。まあ、よくちょうど20センチぐらいですね。まあ、よく手相の占いではシンプルって言われますけど。知らねえよ、シンプルな手相。これサイズで言ったらいくつですか？これ一応 XL ですね。XL。はい。まあ、ちょっとまず試しに L サイズを僕は L サイズだよって言ったらグローブ全部が L じゃなくて、はい、レザー製とか伸縮性があるやつとか、それによってやっぱり L だったり XL だったり。なるほど。これやっぱりね、通販派の人にはちょっと不利なところなんですけど、やっぱりこう来店できるんなら していただいて、そう、した感じが分かりやすい。そうですね。L だと僕はちょっときついかな、少しきついなと。そしたら、まあ、結局きつすぎちゃうと結局こう動かしづらくなっちゃうし、はい、あとはやっぱりなんかね、知らず知らずのうちにこういった縫製がブチブチって少しずついってしまうので、なるべくちょい気持ちきつめがいいかなとは思ってるんですよね。あんまり緩いと今度は指先の感覚とかにも影響する。ちなみにもここで手ちっちゃいですよ。これ折れちゃいます。指先の感覚ない。小指だとこれですよ。半分ぐらいの これぐらい。手ちっちゃいですよ。今度すいません、ちっちゃいの用意しておきます。だから女性用のねとかがあれば、そうですね。僕はちょうどいいと思うんで。はい、あ。まあ、そんなわけで、はい、こちら若干伸縮は特にはしないな。でマジックテープでしっかりと固定をして、僕は XL で大丈夫ですね。では両方つけてみて、はい、いろいろちょっと動かしてみます。よいしょ、グローブはねやっぱり実際に試着して買われることがやっぱ一番おすすめです。いい感じです。では何をやろうかなと。まずハサミを持ってみましょう。お、ハサミを持っても、これちょっともともと指が太いからね。あ、作業するのは普通に使いますね。服じゃないですね。あとはツールナイフ、はい、これを片手で出せるか。お、なんとか出せた。でも出しすぎちゃった。でもこういうナイフとかっていうのは、物によってはこのナイフ側の方がミリタリーやレスキューの世界だと、ナイフ側の方がこうグローブを着用したことを想定してわざとつまみとかを大きめに作ってたりもする。これ
これはまあナイフ側に助けられています。で、あとはハンドガン、はい、いよいよ、うん、別に大丈夫ですね、うんうんうん、特別に場所も別に困らないですね。そうです、結構普通に動かしやすいです。さすがミリタリー仕様の、うん、グローブで、まあ、当然おそらくこのパッドの位置っていうのはこのハンドガンとかの射撃をした時の衝撃、はい、それを吸収するための配置になっていると思います。はい、これはこう特徴的なこの、ね、これはまあ前提としてはナックルガードってガードですよね。ガードですね。ガードなんです。基本的にはガードですね。だからミリタリーとか、はい、警察さんとかが、はい、使う際にいろんな作戦で暴れ回ったりするので手を守るため、はい、だとは思いますけど、あとはまあその人たちはボート鎮圧という仕事があるので、うん、まあ、限りなくグレーに近い防御とディフェンスのそうですね。でもまあ肌代わりもここスウェードでいいですし、うん、僕だと首こりなんでこう首ね、首をしたらちょうどいいですよ。これはこれで使い勝手いいですよ。そうですか。はい、こう昆布がちょうどいいです。革命的なグローブの紹介はありがとう。僕ほんと無知なんでサバゲーのこと分かんないんで、うん、だからね、多分こう思ったりとか肩凝ったりとかする方もいると思うんです、うん、そういうとかです。そしたらこれもいけますか。で、あとは重さですね。重さはこちら、はい、片手でちょっと測ってみますと、ちょっとゼロにしてと、ポチョンと、うん、片手で約 48g で、こちらホッチキス、うん、これが 96-7g なので、はいはい、だから両手でこれと同じぐらいの重さです。そうですね。他に何かグローブでお客さんからの質問ありますか。僕でも初めてこれつけたんですけど、ああ、なんかやっぱいいですね。あ、なんか守られた感じしますし、はい、あと丈夫ですよね、はい、これがだから実際のアメリカの警察とか、軍隊に納入されてるメーカーが作ってる、そんなグレードどうですか。いや、すごい。これをだから通販でも買えるし、はい、お店でも買える。ああ、そうです、そうです、お店でも、なるべくお店でした方がいいですね。あ、そうですね、まあ、実際サイズ交換とかも応じますけど、はい、そうすると結局送料の往復ね、持たせちゃったり申し訳ないじゃないですか、うん、ぜひとも、ぜひとも、まあ、そういうわけで下にリンクの方を貼っておきますので、ご検討の方をよろしくお願いいたします。今回は堀内バカ祭り様にいらっしゃいましたいらっしゃいいただきました。準レギュラーですから、ね、じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございました。